タダコイチロ行きます。タダコイチロね、こいちゃん。よいしょ。タダコイチロでですね、ハローハローっていうね、展示ですね。タク染谷、ギャラリーですね。で、このタク染谷ギャラリーというのは比較的新しくできたギャラリーで、まあ、もともとコレクターだったのかな、の方が始められた、ギャラリーでですね。本当に若手の面白い、エッジの効いたですね、作家さん、名字名前さんとかですね、そういう人をですね、やってるみたいなので、とても楽しみですし、応援したいですよね。おで僕応援できないけどね。 はい、じゃあ恋ちゃん行きます。恋ちゃん行きます。ごめんなさい、多田くん行きます。はい。こういうね、こういう建物がね、アートコンプレックスビルっていうかみたいになっててですね、ギャラリーが4階建てで、1階だけ違うんだったかな、234がギャラリーですね。はい。でも恋ちゃんと、ごめん、多田くんごめんなさい。ここからはちょっともう10分で頑張ります。一人10分で頑張るね。で、多田浩一郎くんなんですけども、ですね、ハローハロー。まあ、ハローハローの意味はちょっと僕はわかりません、よく。ですね、こういう作品ですね。はい、少し、見てみましょうか。全部一緒じゃないか。なんだこの、サボってるな、多田くん。サボりですか？プリントですか？これは。違いますね、これ。これ油なんですね。このまま同じに見えますね、これもね。ちなみにこういう写真の撮り方をするとですね、ちょっとマチエルがわかるっていうかですね。あと、自分の影が映り込まないので、横から撮ること僕多いですね。あれ？なんかこれまあ、なんかすっごい微妙に違いますよね。ほとんど一緒ですけどね、これね。ねえ、これ何が違うんでしょうか。あれ？この結構、今度青が出てきましたね。あ、これで終わりか。ね。はい。という作品なんですね。で、大きさ違いますよ。大きさね、微妙にね、違うんです。で、全部ね、このね、これ女の子って言っていいのかな？僕はね、もうなんか違うような気がしてきましたね。油絵ですよ。すべて油絵なんですけれども、これね、多田くんはずっとこのシリーズ作り続けている。まあ、彼には2つシリーズがありまして、1つはですね、もう1つはゾンビキャンバスっていうのでですね、まあ、なんかちょっと、すごく、まあ、四角とか丸とか、そういう形ではない、こう、いびつな形のキャンバスっていうものを絵画として作っているんですけれども、もう一つがこれで、これですね。まあ、女の子の顔、女の子らしき顔のシリーズなんですね。で、僕これまでね、あんまりね、この作品ね、よく分かってなかったんだけど、今回は本当にね、完成度高かった。というかね、展示の完成度が極めて高かったですね。アートフェア東京に出す予定の作品だったみたいですけど、すごくいい作品でしたね。で、ごめんなさい、展示でした。作品もいいですよ。展示がすごくよく良かった。まあ、もともとね、一個一個の作品を作る力すごいあるんだよね。なんですね。で、これでですね、初めて僕は、あ、こいつ絵がやっぱこの、あの、あ、ごめんなさい、こいつ。多田くんはやっぱ絵がやりたい人なんだなーってか、あ、やっぱ絵描きなんだなーってことはものすごいはっきり分かりましたね。で、まあ、やっぱりね、抽象表現主義のことを思いましたよ、これはね。で、まずどこから行くかね。そうね。全部同じに見えるでしょう。すごくフラットなわけですよね。ものすごいフラットなわけ。で、抽象表現主義とは違う意味でのフラットさがありますよね、これね。で、これね、何がフラットなのかね、僕もね、まだね、分かりかねてますね。ただ、ものすごくね、薄いっていうかね、あれ、どういう塗料を使ってるのかわからないですけどね、透明なんですよ。ものすごく透明度の高い塗料を使っていて、
なんかこう透けてるんだけど平面なのね。だから多田くんはロスコにロスコルームをイメージのロスコルームのイメージがまあ展示の時出てきたのかな、いつ出てきたのかわからないけどっていう話をして、まああれですね、川村記念美術館のロスコルームね、ロスコですよね、マーク・ロスコねのイメージが出てきたっていうふうに言ってきてましたけど、まあそれはすごく納得できました。透明感とかっていうか、こう平面なんだけど層があるっていうかね、奥行きがあるっていうかね、そういうものですよね。として面白かったですね。あと同じものを反復してるんですよ、ように見えるんだけども、ちょっとずつ違うんだよね。でもこのちょっとずつの違いって何なのかなっていうのは、俺でもな、何なんだろうな、よく分かんないな、やっぱりまだ。やっぱ多田くんっていうかね、絵画って難しいんだよな。この後ピエール・ユーギ行きましょうかね。絵の問題行きましょうかね。絵って難しいですよね。何言ってんだ。絵って難しいんですよ。ねえ。ただね、僕はね、すごい、これ、まあ、ずっと気になってたことなんだけど、多田くんの絵ってね、鼻ないんですよ。鼻。ね。で、それずっと気になってたのね、僕ね。で、やっぱりね、それはね、すごく重要な、さらに重要な気がしてきたんですよね。今回の展示見ながら。で、それでまあちょっと思い出して、このユリイカの森村康政さん特集で、千葉雅也さんですね、哲学の千葉雅也さんがですね、パラマウンドっていう、テキスパラマウンド森村康政の花っていうテキストで書かれている花について、書かれてたんだけど、まあ読んでたから、まあ僕も覚えてたんだけど、でちょっと読み返してみたんだけど、やっぱち多分だから千葉さんとは違うアプローチしなきゃいけないんだな。だからまあ千葉さんやっぱり精神分析の方から言ってるんですけど、でもな、絵画における花って何なのかっていう問題っていうのは意外と重要ですよね。彫刻における花の問題っていうのは千葉さんも弾いてるんだけど、ジャコメッティとかもまあそうですよね。彫刻における花の問題っていうのはなんかある気がするんだけど、絵画における花の問題ってどういうふうにするのかっていうのは結構難しい。ですよね。だから僕も絵を描けないからわからないけど、花ってどうなんだろう、描きやすいのかな、描きにくいのかな。ただまあとてもなんかよく不思議な器官ではありますよね。で、まあこの作品に鼻がないということは嗅覚がないということですから、一つ脱落させてるんだよな。じゃあ五感で考えてみよう。視覚はまあ目があるな。でも耳もねえのか。そりゃ耳も出してないな。耳ない？あ、耳あるわ。耳ある子いるな。でも耳があると全然違う作品になるな、やっぱりこれ。この口の真一文字とかも気になりますよね。髪型もこんな髪型ないんだよね。だから、多田くんの作品ほんと難しいな、やっぱり。難しいけどね、今回良かったんだよな、空間としては。すごい。絵画空間だったんだよな、本当に。平面作品の空間だったんですよ。それなんでなのかな。やべえ。
放送してるのにわからないっていう。何が重要なんでしょう。やっぱりなんかな、取っかかりがな、どこを取っかかりにするのかっていうのがすっごいこう悩むよな。でもだからやっぱ外部から持ってきた方がいいのかな。だからね、僕実はずっと多田くんってミスター、あ、だから MC ラバーっていうラップもやってて、すっごい音楽作っててね、音楽も上手なのよ、ですよ、本当に作ってるんですよ。で、ラップも自分でやってすごい上手なの。だから僕、その MC ラバーと、二人転をやる、一人だけどね、一人の二人転をやるっていうのがいいんじゃないかなと思って、僕ずっと言ってたんだけど、それなんで言ってるのかっていうのに今気づきましたね、僕ね。自分で話してて気づいたけど、やっぱり外部に取っかかりが欲しいんだよな、なんか。多田くんってそんなに、その、なんていうかな、自分の作品についてすごく喋るタイプの人じゃないので、やっぱりちょっと僕の読解力ではこれが限界かな。ゾンビキャンバスの方がまだまあいけるんですよね。ただすごく人気でしょ、多田くんすごく人気で。でもやっぱりまあ鼻が重要な気はしましたね、今回ね。すごく鼻がないっていうことはやっぱりすごく気になったし、今回。多分鼻をそぎ落とすっていうことってすっごい難しいと思うんですよ。ここに軟骨がとあのととあの出てるので。ですね。ああ、でもそうか。でもそうやって考え、でもなんかいけそうな気がしてきま, きましたね。って言って、こうやってまた話が殴る。だから影の話かもしれないな、影。なんかそんな気がしてきた、僕は。影。陰影ライスさんじゃないよ。それでいける気がしてきたな。影だな。なんかあいつ影。いや、むしろ影を描いてるのかもしれないな。そうやって考えたらロスコとかもなんかちょっと面白いし。これいいんじゃないですか。まあ僕はこういう感じでいつもアートを楽しんでる、おります。みたいな感じですかね。影、ちょっとね、その方向から考えてみます。多田くんについてもね、いつかね、僕はね、絶対描きますんで。その時は影という言葉が入ってる可能性は高いですね。ちょっとそっちの方向から考えてみたいと思います。すいません。ちょっとまとまりないですけども。多田くんについては以上になります。ね。この展示もまだ続いてますので、ぜひまた、行ってあげてください。やっぱりね、生きるとか死ぬっていうことについてね、考えなきゃいけないですよ。アートっていうものは。